今日も晴れてよかったな。屋上、雨が降ると座れなくなるし。ん？屋上から何か聞こえてくる。買ってきたの。先週？なんでまた急に。この前話を聞いて、私も音楽を始めたら寂しくなくなるんじゃないかって思って。寂しいの？ちょっと違うかもしれないけど、私ずっと転校ばっかりでさ、この学校もいつまでいるかわからないから、友達を作るのもなんか、面倒で。でも、一人でいるには時間が長すぎるなって感じるから。だから買ってみたんだ。そう。あ、でも、ここでギター弾いてるとうるさい？それは…まあ。別にいいよ。好きに練習すれば。本当？ありがとう。助かる。あ、そういえば名前言ってなかったね。私、2年の高木美優。2年の日の森志保。日の森さんか。よろしくね。どうだった？私はそういうのちょっと。もう驚かさないでよね。あの子、友達？違うよ。友達だった。でも今は違う。そう。ベース弾けばいいんじゃない？え？ベースを弾いてる時は寂しくないって言ってたから。それはそうだね。弾くよ。コードを押さえるときは指の腹じゃなくて側面で押さえるといいよ。あ、ほんとだ。さっきより押さえやすい。ありがとう。うん。軽音部？軽音部はうちになかったはずじゃ。下校時間か。帰らないと。あのさ。ん？どうしたの？明日からここ来ないかも。先輩たちとバンドやることになったから。
なんだ。よかったね、バンドできることになって。うまくやれるといいけど。え？何か言った？なんでもない。じゃあね。あ、日の森さん。何？頑張ってね。あ、うん。一人で弾くとギターの音がよく聞こえるな。でもちょっと静かすぎるかも。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速会わせませんか。文化祭まであと3ヶ月もないですし。経験者って言ってただけあって悪くないな。今からしっかり詰めていけば文化祭当日にはもっと。どうも、期待に応えられてよかったです。ちょっと待ってください。今の演奏はもう少し良くなると思うんです。ドラムのスネアにはもっと抑揚がつけられそうですし、歌もキーボードもサビに向けて盛り上げていけると思います。だからもう少し詰めていきませんか。はい、お願いします。あの、せっかくですし、もう少し練習していきませんか。ここからちょっと歩きますけど、格安のスタジオ知ってるんで、よかったらそこで。私は大丈夫です。結局、まともに練習したのは初日ぐらいだ。家で個人練習しようって提案しても、全然改善されてないし、どうすればいいんだろう。